スパムサソンはコンテンツマッチング規則に基づいたスパムフィルタリングのプログラムであり、アパッチライセンス2.0でリリースされている。現在はアパッチソフトウェア財団のプロジェクトとして実施されている。スパムサソンは様々なスパム検出技法を使っており、例えば DNS ベースの技法、チェックサムベースの技法、ベージアンフィルタ、外部プログラム、ブラックリスト、 オンラインのデータベースなどを利用する。このプログラムはメールサーバに組み込んで、そのサイトに到達した全メールを自動的にフィルタリングするのに使うことができる。また、電子メールクライアントに組み込んで、個々のユーザーが自身のメールボックス上で動作させることもできる。スパマサソンは柔軟な設定が可能で、システム全体のフィルターとして使う場合でも、ユーザー単位の設定が可能である。 スパマサソンは Linux New Media Award 2006で Linux ベースのアンチスパムソリューション部門賞を受賞した。スパマサソンの開発者、ジャスティン・メイソンは1997年8月に始まったマーク・ヘフトビッチのフィルター PLX というプログラムにいくつものパッチを提供していた。メイソンはヘフトビッチのコードを1から書き直し、 それを2001年4月20日に sourceforge.net にアップロードした。これがスパマサソンの始まりである。スパマサソンはパールで書かれており、通常は一人、または数人のユーザーが受信するメールをフィルタリングする。独立したアプリケーションとしても、別のアプリケーションのサブプログラムとしても実行でき、デーモンと通信するクライアントとしても動作可能である。 後者の運用モードの方が性能的に有利だが場合によってはセキュリティ上のリスクを増大させる可能性がある通常汎用電子メールフィルタリングプログラムとして設定するか電子メールクライアントがメールを受信するたびに直接呼び出す設定にするプロクメールのような電子メールフィルタではユーザーのプロクメールクファイルの設定に従いスパマサソンと パイプで結んで受信メールを処理することもできる。スパマサソンには電子メールがスパムかそうでないかを判断するために適用する規則が大量に付属している。規則の多くは正規表現になっておりメールの本体やヘッダブとのマッチングを行うがスパマサソンには他にもいくつかのスパム検出技法が使われている。規則群はスパマサソンの文書ではテストと呼ばれている。 各テストにはスコアがあり、そのテストにマッチしたメッセージにそのスコアが割り当てられる。スコアは、正の場合と負の場合があり、正の値はスパムであることを示し、負の値はそうでないことを示す。メッセージに対して全テストを適用すると、最終的なスコアが得られる。そのスコアが高いほどそのメッセージはスパムである。可能性が高いということになる。スパマサソンには、 設定可能なスコアの式位置があり、メッセージがスパムかどうかをそれによって判断する。通常、複数のテストとマッチしなければ、スパムとはみなされない。一つのテストとマッチしただけでは、式位置に達しない。スパマサソンがあるメッセージをスパムとみなした場合、それを書き換えることができる。デフォルトの設定では、元々の電子メールの本文は、 マイムアタッチメントとして添付され、本文にはその概略とスパムと判断する要因となったテストの説明が記述される。スコアが設定した値より低い場合、デフォルトではスコアとテストの概要が電子メールのヘッダブに追加され、それをその後の処理に利用できる。スパマサソンはシステム全体のサービスとしてインストールされていてもユーザーごとの設定が可能である。 設定はファイルから読み込むこともできるし、データベースから読み込むこともできる。ユーザーは例えば特定の個人からの電子メールをスパムとみなさないように設定できたり、特定の規則のスコアを変更したりできる。また、電子メールが書かれている言語を指定して受信することを宣言でき、スパマサソンはそれ以外の言語で書かれたメールに高いスコアを割り当てる。スパマサソンは、 以下のような機能もスパム検出手段としてサポートしている。多くの場合、スパマサソン用プラグインをパールで書くことで追加でき、比較的簡単に追加できる。スパマサソンは自前の規則群をベージアンフィルタで補強しようとするが、ベーズ学習は実際の入力を伴った時最も効果を発揮する。通常ユーザーはスパムメールの具体例と普通のメールの具体例を 入力する必要があり、それによって、両者の違いを学習させる。このため、スパマサソンには、コマンド業ツールサラーンがあり、一つのメールや、メールボックス丸ごとをスパム、または普通のメールとして学習させることができる。一般に、ユーザーは、スパムと認識されなかった、スパムメールを、一旦特別なフォルダに分けておき、後からそのフォルダを指定して、サラーンを使い学習させる。 あるいはメーラーがサポートしている場合は、個々のメールに対してサラーンを自動的に呼び出すこともできる。学習をどのように行おうとも、スパマサソンのベージアンフィルタは、以前に受信したスパムと似た電子メールには、高いスコアをつけるようになる。スパマサソンは、フリーソフトウェアでオープンソースであり、アパッチライセンス2.0でライセンスされている。3.0より、 以前のバージョンはアーティスティックライセンスと GNU ゼネラルパブリックライセンスのデュアルライセンスだった。サコンパイルはスパマサソン3.2例に含まれているユーティリティである。スパマサソンの規則群を決定性有限オートマトンにコンパイルし、プロセッサの性能をより効率的に発揮できるようにする。スパマサソンは多くの場合 GTube という68バイトの文字列をスパムとして 検出する。アンジウイルスソフトウェアの評価に使われるアイカー、テストファイルのように GTube をスパマサソンの評価に使うことができる。この文字列を RFC2822 形式の電子メールの中に含めスパマサソンエンジンを通せばスコア1000でスパムと判断する。ありがとうございます。